AK-130-130mm 連装速射砲とは旧ソ連で開発され、1980年より配備が開始された艦砲システム。1135型の手法を目的に PO アーセナルによって1967年より開発が始まり、当初は単装の A-217 として計画され、参加の設計局ではジフ -92 と呼ばれていた。 しかし1969年10月の技術案完成と共に作られた試作法では、単装では60発、フンという要求性能を達成できないことが判明し、かつ、砲塔重量が10トンも課題であったため、クリバク型への搭載は諦め、黄色不及に搭載する連装法に設計変更された。連装型はメーカー故障で A-218。 ジフ -94 と呼ばれており、方針をはじめとして多くの部分が A-217 から引き継がれる形で開発された。試作法の試験は1976年から始まった。1980年には AK-130 を初めて装備したソブレメンの異、e、級駆逐艦が収益したが、この時 AK-130 は未だ試験中であり、 5年も経った1985年11月に、ようやく AK-130 として正式化された。本法システムは、130mm 後径、70後径長の方2問、自動化された砲等に配した、関西用療養法システムである。大口径の関西療養法システムという点では、アメリカ製のマーク425インチ炭素速射法。 イタリア製のオートメラーラ 127mm 単装速射砲と秘せられるべきものであるが、これらよりも大口径、長方針であるために高所速、長射程であり、また、連装であるために発射速度にも優れている。砲塔は完全に自動化されており、180発の速横弾を有する。砲塔内には3つの装填ドラムがあり、それぞれ回マイナス44調整破片弾。 ZS-44 対空弾、ZS-44R 対空弾を装填することで3種類の砲弾を即時に交換できるようになっている。ドラムから砲への装填機構は A-217 では複雑で重量増加の原因となっていたが AK-130 では解説系により大幅な軽量化に成功している。820発の砲弾を格納する。 タマコから砲塔への球弾は最大2発の砲弾を溶弾できる上げ弾機で行い溶弾機から直接砲へ装填することも可能である。多くの場合、アメチスト設計局が設計した MP-184 射撃式装置と連接されて射撃式を受ける。MP-184 はデュアルバンドレーダーと抵抗量 t v レーザー速競技などを搭載し、 有効距離は砲の最大射程をしのぐ七十五キロメートル、総重量は八トンに至る。なお、本砲システムでは砲弾の装填から発射まで完全に自動化されているため、しばしば自動連装砲とも表記される。また、大発射速度を実現するために、砲身は水冷式とされているが、これらの特質はアメリカのマーク四十二やイタリアの百二十七五十四 コンパクト法と同様である。ありがとうございます。